皆さんこんにちは、具志堅シャワーです。はい、どうも。ダーさん、ダーさん、ダーさん、ダーさん。いや、多いよ、多い、一回でいいよ。今日の朝も見かけましたよ。今日の朝もナイスコーヒーって書かれた白 T 着てましたよね。僕、ダーさんの目の前で通過したんですが、だいたい7時ちょっとくらいにほぼ毎日見かけます。はい。ダーさんって声かけてもいいんです?毎回声かけようとするも、朝から声かけられたら難儀かなと思って声をかけるのやめてます。うわ、めちゃめちゃ見られてる。ナイスコーヒーの T シャツは、本当にもう家の近くで、だから、北中城ですよ、きっと。これじゃあ、家の近くで着る服?いや、要はあの家着よ、家着。うん、で、朝、多分その時間に娘をバス停まで送るんで、あ、その時かも。見られてる。で、ラッキーナンバー15さんからもね、はい、昨年家族3人で某公園に遊びに行きました。そこで見たことあるなと思ったら、うん、ダーさんでした。はい、ダーさんはジップラインのところにいました。うん、ジップラインを楽しむ娘さんをすごく朗らかな顔で見つめてました。朗らか。娘さんはジップラインにドハマりしてて、終わったら並んで終わったら並んでを繰り返してましたが、ダーさんは表情一つ変えず見てました。しばらくすると娘さんがジップラインの途中で落ちてしまい、駆け寄るダーさん、表情は全く変わらず朗らか。怪我をしたのかその場を離れていきましたが、しばらくすると雨が降ってきて、雨宿りしてた僕ら家族の前を雨に濡れながら娘さんと歩いていったダーさん親子。うん、ダーさんの表情は最初に見た表情と全く同じで、固定されてる怖くなりましたが、ダーさんの表情はよそ行きですよ。ちょっと待って、いいメールだったけどな、途中までほがらかな顔してたんでしょ。だからこれよそ行き違います。ベースほがらかだから僕は。だってグスケンシャワーさんそれ書いてないから。いや、書いてないだけで今日の朝もほがらかだったよ。下なんか出たらほがらか。そんなことはない。まあ確かに公園っていろんな人が見てるから、まあちょっと口角を上げるようにはしてますよ。あ、意識はしてるんだ。意識はしてます。いろんな誰が見てるかわからんから。あ、でもそんなの意識してた方がいいかもね。そうよ、いつ見られてるかもわからないし。全然意識しないね、周りたち。うん、周りはしないでしょうね。周りたち、あゆみも。あ、そっか、みんなそう意識しない。意識した方がいいよ、みんな。ね、いつ何時誰に見られるかわからないんですから。もっと、ラジオがやってるメンバー。固定してるんじゃん、やっぱり。固定し、固定じゃないの。この時は、ほがらかしてた。この時って何、あ、グスケン。朝、今日の朝7時。まあ、今日は多分バス停に送ってほっとして一仕事を終えた感じの無の顔をしたかもしれない。そうですね、だって人がいるって思ってないでしょ。まあね、その時は。ああ、やっぱりラッキーナンバー15さん正解です。固定してました。いや、固定じゃないって。ほがらかな顔でにこやかな顔をしてたっていうだけです。意識してね。でもさ、グスケンシャワーさんが声かけていいのかって言ってましたけど、うん、声は全然かけてもらった方がむしろいいかもしれない。どんなかけ方がいい？ウィーシンイチロー、ふぃーなのか。それ誰？そんなやついる？いるよ。いる？チューブはいっぱいいる。あ、マリの前にはね、いるかもね。か、うん、あ、シンイチローさんですよね。あ、まあまあそれでもいいし。いつも見てますっつって。うん。A ランチでやられるのか。まあそんなに A ランチ出てないけどね。か、なのか、うん。A の方はあんま出てない。C の方は。あ、そうかそうか。C、そうだ、C だった。とか、どんな風がいいの？いや、でも、どんなして声かけてもらってもいいです。ただ、愛想は僕は悪いですよ。その、声かけられての顔はほがらかだけど、うん、顔は返答はね。そう、だって、ね、初めての人とか人見知りするタイプですから、うん、声かけられたら、あ、ありがとうございますで、もあ、いいじゃん、いいじゃん、その場からいいじゃん、さっといい。あ、じゃあぜひグスケンシャワーさん。グスケンシャワーさん朝でしょ。朝もっと機嫌悪いから。朝はじゃあ、登山声かけられても、あっす、あっす、あっす、全然声かけていいでしょ。ただ声かけられても俺、機嫌悪いから。いや、だってそうじゃん。朝なんて大体みんなそうでしょ。です。でもそれぐらいでいいよ。です。じゃあ、グスケンシャワーさんかけて、したら、ザスっていうか、です。じゃあ、また会いましょう。です。